これからどこ行くんですか。え、ちょっと熱海の商店街に海鮮食べに来たの今日。すごい。すごくないの、すごくないの、すごくないの。ちょっと彼がね、よく来るの。お休みだから。そう。一緒に商店街。そう、赤だから。赤だから。危ない。全然見てないんだから。これがすぐ来れるからよく来るの。すごい、かっこいい。いや、かっこいい。そんなことないの、全然そんなことないの。全然かっこよくない、全然すごくない。いいなぁ。どっちも日吉でしょ、どう。何でか、どっちもないから。おてんばに、土地があって400坪なんだけど、税金もかかんないから大丈夫なの。身内ネタ。マイナスにはならない。うん。誰かにあげちゃおうかな。あ、その支持してる政治家の人がいるから、あげちゃおうかなって思ってるけど。なるほどね。でもおしゃれね。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。今日トリッカーズなの。トリッカーズなのだ。全然入れる。行きましょう、行きましょう。ダイナミック秘宝館。ありがとうございます。これからお昼を食べまーす。動画撮ってまーす。食べるなのだ。おっと、おるー。よーし、食べちゃうぞ。あれ、天草さん、あ、麺いっちゃった。いただきまーす。いただきまーす。これから我々は熱海秘宝館へ向かう。これから先は YouTube では見れないよ。18禁だ。そうしよう、まともに取り上がる。いや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 。熱海の秘宝館に来ております。秘宝館の駐車場ではこのように駐車員たちが各々の靴を磨いております。今日の脱脂剤で大量に油脂を抜くので一旦はい、クレームを入れてあげます。最近思うんですけど、乳化性クリーム、あれって乳液じゃダメなんですか。いいと思います。いいっすよね。全然いいと思います。別に変わるのってローブぐらいじゃないですか。勉強になります。この女の靴で秘宝館の中を撮影するんだと。鏡面で秘宝館の、あ、切れちゃった。秘宝館の駐車場はクリームとワックスと溶剤の匂いで充満しております。
もともと靴磨きって駐車場で始まったって知ってますか？昔本当に土地がなかった時に、バブルの頃に戦後の靴磨きの人たちが集まって、で車、いい車の近くに座って靴を磨くことから始まってるんですよ。そうなんですけど、これが本当の靴磨きの話だ。パティーヌどうですか？パティーヌ靴、いい、ちょっとクリーム乗せたらこんな意外にいい感じになりました。意外にやっぱ色濃くなりますね。なりますね。そうしてないか、エロくなる。以上、秘宝館の駐車場からお伝えいたしました。名古屋さんのヒントがOK です。あ、めっちゃ映る名古屋さん。あ、3人で撮りますか、反射で。すごい昭和。一応全員映ってる。映ってます。このボケで人を入れるシリーズめっちゃ面白い。お、磨いております。どうでしょう、この海と会社員のセット、ちょっと分かりづらいかも。めっちゃいい。いい写真撮れそうですね。あ、おっと、ビーチ来てます。今ビーチです。映ります。ヤホ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 、全然映ってないな、これ。ヤホヤホヤホ、映ります。川底だよ。あ、川底で来てる。川底で来てるよ。みんな川底、あ、みんなじゃない、自分だ、いないと。もちろん靴底は川底です。はい、靴を大事にするってさ、家の中でめでることかな。キンキンに磨いた靴で、
ないっすね。全然映ってない。難しいっすよね、多分。でもいい映画撮れた。今日一日の感想どうですか？今日はね、ちょっと非日常的な時間を過ごせたこと、はいはい、まあやっぱりみんなでこうやって集まって靴磨きをできるっていうのはすごい幸せなことだなと思って。おーす。まあ今日一日この企画をしてくれた、まあ、直哉さんと、いえいえいえ、感謝でございます。本当に。それこそ。ありがとうございます。楽しかった。ありがとうございます。やったー。美月さん。今日の旅はどうでしたか？今日は最高です。みんなでね、これからも日本の日中の美しい景色を靴に映していこうと思います。以上です。じゃあみんなまた見てね。さあこの後どこ行こうかな。みんなでパンケーキ食べて女子会でもしようかしら。行っちゃおう行っちゃおう、みんな行っちゃおう。いいよ、じゃあ行こうよ行こうよ。行こうよ行こうよ。これ映ってんのか全然わかんないけど、カットしちゃうけどね。ここ絶対カットだけどね。カットされちゃう。女の子の店に行きます。楽しかった。